提出者から趣旨の説明を求めます。落合孝之君。はい、ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明申し上げます。案文の朗読により趣旨の説明に変えさせていただきます。復興庁設置法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議案、政府は本法の施行にあたり先事項の実現に万全を期すべきである。1、復興創生期間後の復興事業規模の縮小と新型コロナウイルスの感染拡大による苦境にかかる被災地の現状把握に努めるとともに、地元の要望を踏まえた経済支援策の実施を検討すること、また新型コロナウイルスの感染拡大に伴う非常事態措置により人の交流や移動の自粛が求められていることから、収束後を見据えた観光業等を支援するための対策を検討すること。2、東日本大震災において蓄積されたノウハウを生かし、被災者に対し実施された各種支援策を新型コロナウイルスにより苦境にある事業者等への支援策に活用することを検討すること。3、復興庁が被災地のニーズにワンストップで対応できるようさらに権限強化を図るとともに、これまで蓄積した復興にかかるノウハウを関係行政機関と共有し、今後起こり得る大規模災害に活用していくこと、また複合災害である東日本大震災の教訓を踏まえた災害時のデータ収集及び活用のあり方を検討すること、さらにオンライン等の活用を含めた防災教育の拡充にも努めること。4、岩手・宮城の復興局の位置を政令で定めるにあたっては、被災地方公共団体の意見を十分に踏まえて決定するとともに、被災地の復興が着実に進展するよう十分に配慮すること。5、新しい東北に資する国際リニアコライダー等の国際研究開発プロジェクトが我が国で実施される場合には、被災地に誘致されるよう関係機関と提携連携協力すること。6、心のケア等の被災者支援等については、時間の経過とともに被災者の個々の事情に即したきめ細やかな対応が必要であることから、実情の把握に努め被災者一人一人に寄り添った対応を取ること、また被災者のコミュニティ形成や居場所づくりを支援する NPO 法人等に対する支援を講ずること。7、児童生徒への心のケアは長期にわたることを踏まえ、特別な教員加配、スクールカウンセラー等の配置等の支援策は今後も継続すること。8、人口減少に歯止めがかかっていない被災地に対し移住定住促進策を検討すること。9、住宅再建が遅れている地域における事業の加速化を図るため建設事業者等への支援策を検討すること。10、土地区画整理事業等による宅地造成後に生じた空き区画等の利用を促進するため、この解消に向けた必要な措置を講ずること。また移転跡地の利活用促進に向けた必要な措置を講ずること。11、政令で定めるとされる復興推進計画及び復興整備計画の対象地域、復興特区税制の対象地域については、復興状況へ必要となる事業の見込みだけでなく、被災地の意見にも十分配慮すること。12、帰還・移住等環境整備交付金については、福島県及び対象市町村が、その地域の特性に即して自主的かつ主体的に事業を実施できるよう十分な予算を確保するとともに、新しい住民の定着につながる魅力的なまちづくり等に資するよう柔軟な執行ができるようにすること。また帰還政策に加え移住政策が推進されるとしても、自主避難者、県外避難者を含めた避難者の人権を最大限尊重し、最後の一人に至るまで必要な支援を継続すること。13、避難指示解除区域等の農業については、地元の担い手に加えて、意欲を持った外部からの参入も含めた農地の利用集積や、6次産業化施設の整備を促進し、営農再開の加速化を図ること、また福島県知事による農用地利用集積等、
促進計画の作成にあたっては、所有者不明土地を含めた、不明農地を含めた一体的な権利設定や、農地転用等の特例を十分に活用できるよう、福島県や対象市町村と連携し、技術的な助言など必要な支援を行うこと、14、福島イノベーションコースト構想の推進の中核的な機関である公益財団法人福島イノベーションコースト構想推進機構の法定化に伴い、産業集積や人材育成等の取り組みをさらに進めるため、国職員派遣による人的支援や財政的支援、関係省庁による一層の連携強化など、機構が十分に活用できるよう総合的に支援すること、また、同構想を進めるにあたっては、地元の企業が参画し、地元の若者の人材育成等に資するよう配慮すること、合わせて原子力被災12市町村の事業なりわいの再建については、公益社団法人福島創造復興推進機構を通じて、福島県や市町村等と連携しながらきめ細やかな支援を引き続き行うこと、15、あらゆるチャレンジが可能な地域として、福島の浜通り地域等に国内外の研究機関や大学、企業等を呼び込むため、国際教育研究拠点を推進するとともに、福島ロボットテストフィールド等の拠点を核として、地域全体が研究実証フィールドとして活用されるよう、研究開発や実証の促進等に資する規制緩和等を検討すること、16、根強く残る福島の農水産物の等の風評被害払拭のため、生産から流通、消費に至るまでの総合的な施策を継続的に講ずるとともに、諸外国地域における輸入規制の撤廃緩和に向けた働きかけや、海外における風評対策を強化すること、また被災地の農林水産物については、必要な措置を検討すること。17、福島の森林林業の再生に向けた福島森林再生事業等については、復興創生期間後も支援を継続し、事業を実施するための予算を十分に確保するとともに、現行の対象地域での推進を図ること、18、福島イノベーションコースト構想の推進に資する事業を実施する事業者や風評被害に対処するための事業活動を実施する事業者に対する税制措置については、より多くの事業者が課税の特例を受けられるよう配慮すること、19、福島県知事が作成する福島復興再生計画の認定にあたっては、福島県及び市町村が地域の実情を踏まえて、実質的かつ主体的に事業を実施することを旨として認定されるものとすること、また福島復興再生計画に掲げる取り組みを確実に実施できるよう、十分な予算を確保すること、20、福島復興再生基本方針を変更するにあたっては、地元の意見を丁寧に聞き、これに寄り添った対応を取ること、21、東京電力福島第一原子力発電所で増え続ける、いわゆるアルプス処理水の処分方法については、さらなる議論を尽くし、地元をはじめとする国民の理解を得た上で、慎重かつ丁寧に決定すること、22、原子力災害が長期に及ぶことを踏まえ、復興創生期間後においても切れ目なく、安心感を持って復興に専念できるよう、長期的かつ十分な財源を確保すること、また、復興のステージが進むにつれて生じる新たな課題や、多様なニーズをきめ細かく把握し、福島の復興再生が実現するまで、国が前面に立って、被災地に寄り添いながら最後まで責任を果たすこと、23、日本郵政株式会社の株式の売却収入は貴重な復興財源であることから、株式の売却にあたっては、売却収入が少しでも多く得られるよう、株式市況を見極めて売却時期を慎重に判断すること、24、復興創生期間後5年間における復興事業の財源については、復興特別所得税の上振れ分を見込むこととしているが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済活動の停滞、景気の後退に伴う税収の減収も懸念されることから、復興事業が滞ることのないよう、必要な財源を確保すること、25、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から、電源開発促進勘定への繰り入れを行う場合は、その使途を真に福島の再生
復興再生に資する事業に限定し、透明性を確保するとともに、将来的にエネルギー需給環状への確実に繰り戻しを行うこと、以上であります。何卒委員閣議のご賛同をお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決をいたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって法案に対し付帯決議を付すことに決しました。この際本付帯決議に対し政府から発言を求められておりますので、これを許します。復興大臣田中和則君。復興庁設置法等の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心なご討議をいただき、ただいま可決されましたことに深く感謝を申し上げます。今後審議中における各委員各位のご貢献や、ただいまの付帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。ここに委員長をはじめ理事の皆様方、また委員の皆様方の真摯なご指導ご協力に対し深く感謝の意を表します。誠にありがとうございました。お諮りをいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会をいたします。